キャキャクキャクみたいなおっさんフィーバーしまくって世の中大変なことなってるよね。はい、今日から一発こやげに来たよ。よろしくフランク・ダッチマン。テレパシーだとか想念の力とか今とは想像をはるかに超えた別の次元のクリエイティブなテクノロジーを失ってしまったんだよ。いつの時代も毒を持った悪い奴らがいて、その能力を独占するために偽物の時間を作り出し、物質に頼る文明を発達させるために破壊という科学を生み出して、人に対して自分たちの身勝手なへりくつを定義つけるために宗教を操り、その裏でエネルギーを牛耳って経済というお金のシステムを構築してきた代わりに偉大な能力を失ってしまった。何千年もかけて遺伝子的に記憶障害が起こり、何度も何度も生まれ変わって完全にその能力を忘れてしまった俺たちは記憶喪失なのだ。科学や哲学の話でみんなが好きなファンタジーさ、まあ要するにお金を儲けるために人々を騙してメディアを駆使し自然を破壊し無責任に危ないものをいっぱい作ってきた奴らが、自然を愛し自然を育んで自然と共に生活してきた人たちに長年にわたってものすごい苦痛を与えてきた事実が明らかになってくると、犠牲になってきた人たちの上に電気っていう暮らしがあるんだよ。そしてパンドラの箱の底を覗くと、太陽光発電だとか無限エネルギーだとか自然を壊さなくても自然を利用した技術が発達してて、今は原発なんかなくても十分電気を賄える時代なんだよ。しかも低コストで今ある原発全て止めても水力火力フル稼働するだけで賄えるんだよ。それを騙して隠す理由はものすごい利権が絡んでるのさ。金がお金、末期的に気が狂ってるよこいつらは。原発一基作るのに1兆円ほどの援助金が国から電力会社に降りて、電力会社はターゲットを決めてその土地の人たちに近づいて金をばらまくんだよ。おっさんをキャバクラに連れてってお年寄りを温泉旅行、接待接待接待、街が復興するよなんて子供だましな嘘ついて、反対派推進派に人々の心をお金で引き裂いていくマニュアルがあって、海を売った漁師に莫大な漁業権を支払って安全対策やら危ない秘密の実験やらプロパガンダの広告費で莫大にかかってる、そのお金はみんなの税金だよ。国で体に50個以上の次元爆弾をつけて生活してるのと同じで、1個でも爆発したらそこにはもう人が住めなくなるし、何にも生息できなくなってじわじわと汚染が広がってく恐ろしいものが50個以上あるんだよ。嫌なイメージだけど、核の平和利用の名のもとに日本は核兵器を持ちたいがためにこれだけ強行して作ってきたんだよ。中国電力は山口県上関町の美しい海岸を埋め立てて、これから日本最大級の原発を2基作ろうとしてて、その対岸に住む岩井島の人たちを30年も反対してやめてくれ言うて必死に生活ほっぽり出して食い止めてきてるんだよ。自然と共にみんなそこにずっと住んで生活してるんだぜ。歴史もあって広大な自然が残ってる素晴らしいとこなんだぜ。そんなの全部無視して強行しようとしてるんだぜ。この後に及んで福島原発とはうちは関係ありません言うて毎日つい最近まで工事してたよ。アホで止まってる原発も
丈夫って再稼働させようとしてるし、何が大丈夫やねんお前、はぁ、お前の頭のメルトダウンしてるじゃねえか。末期的に気が狂ってるし、宗教よりもきつい洗脳されてるっていうか、自分たちで安全安全ってほざいてきたその呪縛にかかってるよね。本当にバカ。でもそんなバカ野郎に騙されてきた俺たちもバカ野郎だし、完全に罠にはまってるぜ。ツイッターやネットで原発と反対してる人の揚げ足を取るようなレスポンス多いけど、そんなやつほど薄っぺらく何にも実態分かってないし、情けなくなるぜ。そんな君たちも原発を推進するなら、応援するなら、広島長崎の原爆、第五福竜丸の被爆、1953年国連で核の平和利用のキャンペーンが始まり、その裏でソビエトとアメリカが冷戦下で核開発を競い合って、読売新聞、読売テレビの正力松太郎を介してアメリカから日本に原発計画が進められ、ウランが渡ってきたとこから日本に原発で誕生し、今に至るまで知ってから話してくれよ。気持ちは変わると思うぜ。原発によって社会全体に影響してる不老連鎖なんて見えてきたら吐き気がしちゃうよね。まともなところを持っていればね、テレビや新聞騙すために使われてるよ。特に日本はひどいよ。今のテレビの報道機関も超ひどすぎるね。プルトニウムのプロジがやっと出始めたね。この世で一番危険な物質だよ。福島の3号機は関西電力の星野監督が出てたプルサーバルだよ。プルトニウムで発電してるやつだ。あれが爆発してるんだぜ。なのに次の日の新聞の一面は計画停電だったね。プロパガンダだぜ。自分たちの悪事を隠すために一体どれだけの人を犠牲にすんねん。吸い込んだら全ての細胞やられちゃって、遺伝子もぶっ壊されて再生もできなくなるんだぜ。それが漏れてるにもかかわらず長い間プロジに触れない奴らの口癖は、皆さんご存知、直ちに人体に影響はありません、直ちに人体に影響はありません。聞き飽きたよね。されていれば救えた命はもっともっともっとあったはずだよ。
ぼちぼちみんなで打ち出していけばいいよな。感謝できないわね。そしたら後
なた。ガン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 もっともっと。うるさんしよう。おら、もっともっと来てくれ。おら、おら、回っていくし。ありがとう。